今回は過去にペナント1000年間プレイしたんですけど、その時に登場した強いドラフト選手を紹介していこうと思います。はい、このように1000年しっかりと手動でプレイします。ちょっと動画では残してないんですけど、強い選手が来た時にスクショで残してあるんで、それを今から全部見ていくだけの動画となります。それではやっていきましょう。ちょっと数が多いんで淡々と紹介していっていいですか。22歳キャッチャー牧田、ミニトビ走力 S、 稲村ミニト以外強い、竹内22歳キャッチャー守備が強い、21歳草薙足が速い、投手伊丹、カット3スロークアップ4 V スライダー4 149キロコントロール C 強い、セカンド走力 S 花岡、初の二刀流我が妻ミート C ソルクエス、18歳ハイスライダー4チェンジアップ4、有本ショート21歳、結構強い。ミートパワー C はなかなかいないですからね。でソウルも B で片萌え、早坂149キロハイスライダー5フォーク4シンキングツーシム1、神宮こいついいですね。ミート E パワー B ソルク B ホームラン54本打ちました。非常に強かったです。マミヤ22歳146キロスクリュー5、スプリット4。あ、でもこの時、発掘力、調査力、C ですね。ちょっとスカウト弱いんで、あんまり参考に、この辺はならないかもしれません。大学生、梶川。ミート C、片 A。黒岩、パワー B、片 B、22歳。福井、21歳。めっちゃ強い。スローカーブ6、サークルチェンジ6、カットボール4。最強クラスの投手。須藤翔太、21歳。パワー C。八田、22歳。クソ強い。クソ強いんですけど、全然記憶に残ってないですね。多分150年目ぐらいだったと思うんで、全く記憶に残ってません。そしておそらく他球団に取られました。ミート B、パワー C、走力 B、肩 A、守備 S。ちょっと何年のドラフトか、このスクショだと分かんないんで、何年のドラフトか見れるようにしてほしかったですね。ただこいつは間違いなく100年に1人の逸材。倉野翔太、22歳、走力 S。犬塚、ガイア、22歳。弾道4パワー B。これがさっきの神宮の記録。54本。美濃口外野、ミート C、守備力 A。二刀流、内堀、弾道4パワー S。産方、外野、21歳、弾道4パワー C。柏崎外野、21歳、肩 A、弾道3。平山投手、20歳。144キロコンサ C、総変化量11。立花サード、21歳、弾道4パワー B。マルキショート21歳、弾道4、パワー C、守備力 E のショート。梅木サード17歳、守備力が高い。榎本サード22歳、抜群の守備力と肩 S。二刀流立花、弾道4、強いですけど、二刀流としてはいまいち。投手能力は強いですね。スタミナ A、カット3カーブ4、塩入り、ショート22歳、走力肩 A、諸星ショート、弾道4。二刀流眉住。パワー D、ソウル A。これもちょっと微妙な、外れ二刀流。福本がいや、22歳。ミート B。金剛サード、22歳。名前の割に意外とパワーは G。ソウルタイプ。こういう系結構いいですよね。笠松がいや、22歳。まあまあ強い。田尻がいや、18歳。弾道3パワー C。国吉、二刀流。ミート A、ソウル首。戸塚投手。23歳。スプリット6。総変化量11。木内。高卒。ミート D。谷口投手。17歳。チェンジアップ7。緩急のあるピッチングをします。本橋。18歳。スライダースプリット4。石上。ファースト。弾道3。総力 B。平野投手。高校生。145キロコンサシ。シュート7。海老塚二刀流。弾道4パワー C。ただスタミナは S あるんで。投手向きですかね。ドロップ4フォーク4。武田高卒。140キロスタミナ A。スライダー5カーブ4。宮前外野18歳。パワー走力 B。難度4。牧山セカンド22歳。こいついいですね。オール C クラスもなかなか来ないですからね。玉木キャッチャー17歳。肩 S。パワー C。岩佐翔太21歳。肩 S。高口22歳。関本投手二刀流、17歳。球が遅い。ヤシノルクは、ミート走力 A。奥井17歳。ミート D パワー C。
南藤さん、この奥井だったらマイライフですぐ活躍できそう。森、めっちゃ強いですね。森151キロコントロール B、 カット6スラーブ5シュート2、最強クラスの投手。谷藤、142キロ総変化力9、花井スライダーカーブ4、シュート3、高卒で非常にバランスのいい投手。飛田外野21歳、強い。宮村外野ミート G のパワー型。チャンス B、岸里20歳、守備もよく打撃も結構いい。二刀流吉岡22歳、145キロ、野手の力はミート S。 長峰22歳、こいつも強い。三球種あり、総変化量13。栗本三球種、総変化量12。東ショート20歳、ミート B。 倉俣21歳、外野はこいつがいれば安心。原山18歳、高卒でこの能力クソ強い。梅木片S、春日18歳、投手能力微妙、野手能力ミートソルク A、 パワー G。 丹羽の22歳、155キロ、カービオン155キロで、この全体的にバランスのいい能力あんまりいないんですよね。強い。帯コントロール A、 ハイスライダー5、 V スライダー6、スライダーマスター。北に弾道3、ミートパワーソルク肩 B、見栄えがいいですね。投手能力はスタミナ B、 総変化量8。彩花22歳、ミート B。 竹岡弾道さん、ミートが0、その他強い。硬いっす。七尾サード弾道さんパワー A、 七尾は21歳。筒井セカンドミート B。 今宮25歳ですが、まあ、かなり強いですね。パワー以外非常に高い。川崎22歳、145キロ、コントロール B、 スタミナ C、 かつ総変化量も素晴らしいと。カット6、進化5、スプリット3。古瀬21歳、総変化量10。で、米川、こいつはあんまり強くないんで間違えてスクショを取りました。福岡ショート18歳、パワーがないショート。佐世22歳、バランスがく強い。生田スライダー7、18歳。梨本23歳、ミートがないセカンド、肩強い。矢蓋24歳、ミート C 肩へ。二刀流笹島、ミート A、 総力 B。 ミートタイプの二刀流多いですね。なんか丸尾17歳、ミート E、 そのおかしい。高いセカンド22歳、ミート C、 総力 C。 二刀流長松、松本がや20歳、総力肩 B。 沼尻155キロ、コントロール D、 スタミナ B。 こいつは打者で結構活躍しましたね。はい。弾道4パワー A、 大谷翔平の再来、通算600本塁打以上打ちました。パワー A は2人目。二刀流赤堀、ミート A、 145キロ、スタミナ A。 カット5シンキングツーシム5。杉本ショート22歳、こいつ強い。ミート C、 総力肩へ、守備も B。 高沢二刀流、スタミナ S、 総変化量8。パワー A、 梅崎22歳、弾道3パワー B、 肩 S。 安川152キロ、コントロール B、 ハイスライダー、スローカーブ5。一打21歳。川野ショート18歳、パワー C 肩へ。鳥山18歳、弾道4パワー B、硬いっす。松田弾道4パワー B。 篠原弾道3ミート S で、パワーも普通に高いですね。 C、 チェンジアップ5、スラブ3。調子21歳、ミート B、 守備 A。 渋谷弾道3ミート C、 走塁肩 B。 二刀流風間、ミート S、 走力 S、 ミート走塁タイプの頂点。沼尻活躍します。夏目投手22歳、ハイスライダースプリット6。袴田弾道4、総力 S。 さっきの二刀流の風間めっちゃ強かったですね。ミート S、 パワーも A になってます。佐山22歳、肩 A。 水村146キロ、18歳、奪三振と緩急までが確定。笹井22歳、スローカーブ
7カット後、エビサワ二刀流初のパワー S 弾道4、庄司弾道3、ミート C 外れ二刀流、福原弾道4カタビ、八木下平賀146キロ、いいな担ぎですね。杉村21歳、ミート B パワー C、 佐藤21歳、146キロ、総変化量12、牧野22歳、総力肩 A、 島津22歳、弾道3パワー B、 平林総変化量11、早乙女スライダー7カービオン、田尻156キロ、戸賀野22歳、総力肩 S、 宇佐美ヶ谷弾道4、高倉セカンド夏の全国大会優勝、中浜24歳、ミート以外いいっすね。山谷17歳、ファースト守備力 B、 前田ミート G のパワー A、 パワーヒッターも最初からあるんでこいついいっすね。22歳、古田キャッチャー C、 最初からキャッチャー C ついてるのなかなかいないですよね。加納18歳、カットスローカーブサークルチェンジ、倉弾道さん、ミート G、 二刀流この時2人来てます。新井弾道さん、ミート C 総力片B、鳥見弾道さん、ミート C 総力 B、 稲毛ガイア18歳、弾道さん守備総力完璧、ミートさえなんとかすれば最強、庄司21歳、ミートパワー C 総力 S、 守備以外は強い、高瀬22歳、ファーストパワー B、 小板橋総力肩守備 A、 素晴らしいサード、鬼怒川ニート C ソリエス、月岡弾道4、大石18歳、弾道3ソリ肩守備 B、 三冠王江村、三冠王有吉、三冠王松岡、このスクショから見るに今2300年ぐらいですかね、現在2300年ぐらいのドラフトを見てます。ということはあと700年あります。二刀流前原、ミート B、 若竹ガヤ22歳、ミートを犠牲にして他の能力がクソ高いやつが多いですね。達川バランスがいい、守備力以外は高い、早急 B あります。ファースト古田弾道4パワー B、 二刀流森本パワー S、 パワー特化型、二刀流したらザコ、八木下ファースト、ミート守備B、 石澤セカンドほぼオール C、 荒木27歳、年齢は結構いってますけど能力めっちゃいいですね。即戦力のセカンド松野、こいつもなんかいい感じですね。パワー G ですがその他が B 以上あります。角田21歳、新井弾道4 22歳、杉山21歳、ニート C ソルクへ、大本21歳、弾道3肩へ、岡本スタメン S 18歳、二刀流関田ミート S、 本郷18歳、弾道3パワー B、 横山二刀流投手の靴ですねこいつは、スタメン A スラーブ7スライダー4、あでも野手の力の方が強いですねこいつ、弾道4でパワーソルクへ、小松元料理人、久田スカンド20歳、パワーがないタイプのセカンド、ミート B ソルエ、2421年のベストメンバー、白間ショート18歳、滝川21歳、キャッチャー F ですが身体能力が高い、近田18歳、スタミナ B 総変化6級、二刀流石倉弾道4、ミート C パワー A ソル P、 めっちゃ強い、速4番宇山18歳、弾道4、細田弾道4、高卒片へ、岩永17歳、弾道3片へ、谷内22歳、そこそこ、お横森、こいつはまま強いですね。ニートソルク B で守備も A あります。菅は147キロ、スタミナ B、 カットボール6、三球種、丸岡高卒弾道4、二刀流相馬、ミートソルク A、 パワー0、
二刀流福原、151キロ、スライダー後スローカーブロック。片柳17歳、弾道3、パワー B、プリヒッター。帯21歳、弾道4、パワー B、肩 A。 深井23歳、パワー G、その他 C 以上。石村佐渡22歳、総力肩 A。 440、4年目のスクショ。木村18歳、ミート C、総力 B。 佐竹佐渡18歳、弾道3で総力肩 A。 総力肩 A のやつ多いですね。二刀流尾崎、ミート B、総力 A。 小田切22歳、佐渡、バランスがいい。アクネ18歳、倉本146キロ、スタミナ S。 ハズレ二刀流前澤、ソルク B。 飯島翔太22歳、ニートソルク C。 梅原18歳、143キロ、コンサシ。2497年、細い太がホームラン50本。お、こいつ強いですね。鍋島翔太21歳、ニートパワー C、 ソルク肩 B、 守備力 A。 こういうタイプはパワーが G なことが多いんですけど、しっかりとオール C 以上あります。あ、こいつの方が強い。ファースト。パワーだけ C で他全部 B。二刀流板垣、弾道3、総力 B。板垣投手能力は、フォーク7、152キロ、コントロール G。こいつは、投手で使いたいですね。とんでもないフォークを持ってます。大魔神フォーク。神、22歳。まあ、ジンですかね。弾道4パワー B。流し打ち、粘り打ち確定。こいつ強かったような気がします。長島、弾道4、硬いっす。ショート。二刀流関根、パワー B、弾道4。まあまあ。別所、サード、硬いっす。野田、外野、硬いっす。福村、151キロ、スタミナ B、三球種。三平、18歳。パワー G、パワー犠牲タイプ。近田18歳。こいつはミート犠牲タイプ。青沼外野21歳。こいつ強いですね。すぐオール B 以上になりそうですね。梅木22歳。総力肩 A。塩崎21歳。総力肩 A。田町22歳。良い。村石肩 A。普通。新倉パワー G。長屋18歳、まあ、紹介した中では弱いですが、普通に強い方ですね、これ。お、強いですね、こいつは。こいつかなり強いですよ。河村22歳。二刀流じゃないパワー A はかなり珍しい。しかもパワーだけでなく他の能力も全部高い。こいつは100年に一度の逸材。二刀流小野田、156キロ、こいつのパワー A。 君島18歳、スローカーブ号。草薙二刀流、弾道3、パワー A。 石垣、弾道4、パワー A。 パワー A の二刀流が同時に来ましたね。で、ドラフト取り忘れた原口、プロ1年目の能力なんですが、まあ、こんな感じでしたね。ヤンバルズ盗塁記録を更新しました。久永高卒、パワー B。 杉崎、弾道4、ミート F。ご活用。555年目のスクショ。野川、21歳、ショート。バランスいい。瀬戸、22歳。こいつが、今まで見たやつの中で一番、総変化量多いですね。で、スカウトの能力も高いんで、信頼できます。カットボール7、スクリュー7、ドロップカーブ5。総変化量19。こいつを超える総変化量はなかなか、出ないんじゃないですかね。こいつは千年に一度の投手。最強の中継ぎ。これがさっきの瀬戸です。プロ1年目の能力。スクリュー5でしたね。総変化量17でした。新妻、ミート総力 A。飯島、弾道4パワー B。二刀流4松、弾道3パワー B。西浦、浅山、高卒、フォーク7、ハイスライダー6。こいつもかなり強いですね。高卒とは思えない。総変化量。半沢、21歳。総力肩 S。坂内、セカンド。ほぼオール C。宮越、18歳。
宮越強かったですね、こいつも。最初からもう守備が抜群。小坂22歳、こいつも強い。片守備 A、弾道3パワーシ。生山18歳、バランス。宇都宮17歳、弾道4。ニトリまた2人来ました。前山、弾道4、ソルクエ。松崎、弾道3。中途半端なニトリが2人。高岡、147キロ。高卒、コンスタディ3球種。高卒コンスタディ3球種はだいぶ強いですね。桜井22歳、ミート G、パワー A。現在2659。石野、外野、22歳。総力、肩 A。宮脇、22歳。オール C 超え。素晴らしい。金丸、いや、こいつもめっちゃ強かったですよ。21歳。ミート C、パワー B、総力 C、肩 A。守備力 B。100年に1人クラス。細貝サード23歳、片守備 B。 山根外野17歳、他球団がもうドラフト取らないんでドラフト3位。弾道3走力 B、 守備力 A。 高卒でこれはやばい。小坂17歳、弾道4パワー B。 堀尾21歳、弾道3パワー B。 笹山弾道3、ほぼオール C。 丹野パワー G、 デモン強い。梅谷、花岡21歳、金田さんパワー F ですがかなり強いですね。ミート B、ソウルケース。守備もいい感じ。理想的なスカンド。二刀流の方に、ミート C。アラ、24歳。パワー B、肩 S。古田21歳。弾道3、肩 A。ほぼオール C。2727年、ニナニナ。泉谷ショート。ミート B、ソウルク B、肩 B。いいですね。この時のヤンバルさんも11人しかいません。2764年、プロ野球が崩壊します。竹下ファースト、ほぼオール C。浅尾、サード。パワー F で、他全部 B。これ強い。中村、外野、弾道3、パワー、肩 A。沢、18歳、弾道3。打撃も良くて、走力も A。杉山、23歳、パワー A。二刀流、古宮、小宮、弾道4。パワー A。これいい二刀流ですね。中継ぎ投手でパワーが C やった福地。弾道4。山下22歳、外野。ミート B、ソウルケース。谷島翔太18歳。オール C 以上、強い。小山、サード。18歳。オール C。出川17歳。ソウルク、肩 A。鎌本、外野。弾道4。城島、弾道3、ほぼオール C。加藤、弾道4、肩 A。丹波、22歳、弾道3パワー B。 草加、弾道は2ですがミート A、パワー B、ソルク。上が強い。杉森、弾道4パワー B。 宮出、弾道2パワー G。 浜村20歳、弾道2。平出、サード21歳、ミート B で他全部 C。 久保田、22歳、148キロ、総変化量12。久野、22歳。ソウルク S、肩 S。守備はもう一番強いんじゃないですか。最強の守備。888年目のスクショ。矢口、弾道4、パワー B。白井、こいつめっちゃ強い。ソウルク、肩、守備、A。黒沼、18歳。パワー G。ソウルク A、肩 A、守備6 B。疲れた。多すぎるスクショが。社会人24歳、宮井、パワー C、ソウルク、肩 A。神田、弾道2、ソウルク A。土井、18歳、弾道3、パワー G。安西、18歳。名前、21歳、ミート、パワー C。奈良、20歳、キャッチャー。こいつも強いですね。こいつは50年に1人の逸材。弾道3、ミート C、パワー B、ソウルク A、肩 C、守力 A、超大物。椿、弾道3。そこそこ。千葉、弾道4、パワー B。酒井、弾道2、肩 S。二刀流、米村、パワー B で、ソウルク S。二刀流、今井、ミートへ。富福、弾道3、肩 S。大西、二刀流、パワー A。寺内、サード、弾道2、ソウルク、肩 B。高松、弾道3、オール C。21歳。
米村六冠王。お、センバ、こいつめちゃくちゃ能力強かったですね。最初から走力、肩、守備、A、オール B を軽々超えています。300年に一度の逸材。松枝、サード、オール C。さっきのセンバはプロ2年目でこの能力になってます。まあ25歳ですけど、オール A になりましたね。そしてパワー、守備、S、最強。真由美、こいつも100年に一度クラスの超大物。めちゃくちゃ強い。2位とパワー、走力、肩、B、守備力、A。今福、22歳、走力 S。園川、走力 S。梅村、さっきのこの今福なんですけど、3年目でだいぶ強くなってますね。オール B 以上になってます。五十嵐、21歳。竹山、井出、二刀流福山。はい、これが最後でしたね。まあ、というわけでめちゃくちゃ紹介していったんですが、超怪物クラスは何人いましたかね。八田、荒木、上間、青沼、川村、瀬戸、金丸、白井、奈良、千葉、前泉。まあ、全体的にバランスがよく強かったのはこのぐらいの選手ですかね。パワー G とかだったらめちゃくちゃ強い選手いるんですけど。というわけで今回結構な人数を紹介していきましたが、このような感じになってきました。千年ペナント本編の方もぜひご覧ください。一つのパートで収まってます。お疲れ様でした。